ウラル航空は、ロシア連邦のエカテリンブルクに本社を置く航空会社。ロシア国内線に加えて、CIS 諸国やトルコドイツなどの周辺国の都市へ定期便やチャーター便を就航している。近年急速に発展を遂げている航空会社の一つである。1943年にスェルドロフスク連合航空飛行隊がエカテリンブルクコルツボ国際空港を拠点として、 結成されたのが、ウラル航空の前身である。しばらくの間は、ソビエト連邦のフラッグキャリアであるアイロフロートの一部門として運航してきた。1993年に独立して、ウラル航空を設立。現在は、旅客、貨物航空機の運航のほか、航空券予約や機材修理などの分野に進出している。2018年12月12日、 日本の国土交通省より外国人国際航空運送事業の経営許可を受け12月21日より週2便の頻度で札幌新千歳空港に就航した。2017年11月現在、ウラル航空が拠点としている一部の都市は以下の通り、この4空港を中心に101都市に就航している。 エアバス A321 から200エアバス A321 ネオ2019年8月現在、ウラル航空の機材は以下の通りである。以前はアントノフやイルーシンなどのソ連製の航空機を用いていたが2011年頃に退役した。現在はすべて欧州のエアバス社の機材に置き換えられている。ありがとうございます。